それでは今回は書くだけで人生が変わる自己肯定感ノート、中島てるさんの本について解説していきたいと思います。伝えたいことは2つです。1つ目が書くだけで自己肯定感が高まる、2つ目が人生が変わる自己肯定感を上げるワークについて紹介していきたいと思います。自己肯定感とは自分が自分であることに満足して価値ある存在として受け入れることです。人生の軸、生きる軸となるエネルギーのことです。自己肯定感が低いと行動しても失敗するとか、自分で決めてもうまくいかないという負のループに入っちゃいます。一方、自己肯定感が高いと自分はやればできるとか、自分で決めたら後悔しないなど前向きになります。ではどうしたら自己肯定感が上がるのか、それが書くことです。一番手軽で簡単です。自分は話すのもおすすめしてますけど、 YouTube を撮るとかってなかなか難しいじゃないですか。一番手軽で簡単な書くっていう行為をぜひやってほしいと思います。書くことで3つの効果があります。この3つの効果で自己肯定感が高まります。1つ目がアウトプット効果です。書くことですっきりします。考えが整理されて今の自分の状態を知ることができます。2つ目が見える化効果です。書くことでいいことも悪いことも目で見えるようになります。本当にやりたいことが分かるようになります。3つ目がインプット効果です。書くことで目で見ることで記憶されます。自分も YouTube を撮ることで書き出すようにしてます。要約っていうのを書き出すことでアウトプットの効果があります。そして文章を書くことで見える化の効果があります。そして動画をアップすることで目で確認できるインプット効果もあります。書くことで自分に向き合う時間を得ることによって今の自分の状態に気づいて次のステップへと向かうきっかけをつかむことができます。続いて書くだけで人生が変わる自己肯定感ワークについて具体例をもとに紹介していきたいと思います。自己肯定感とは自分には価値があると思える感覚のことです。あなたは自分には価値があると自信を持って言えますか？自己肯定感が高まると何のために生きているのかが明確になって、やりがいや目標を見出すことができるようになります。具体例をもとに解説していきたいと思います。佐藤さんっていう方がいます。人の役に立ちたいという思いから看護の仕事に入った30代の女性です。看護師としてのキャリアも10年近くになって、医療の知識も増え経験も積んで患者さんから信頼されている方です。ところが佐藤さんには大きな悩みがあります。それは一つの職場に長くても1年ほどしか勤められないっていうことです。看護師は全国的に不足しているので次の職場はすぐに見つかります。しかし環境を変えた新しい病院ではまた同じように辞めたいという思いが湧き上がってきます。佐藤さんは自己肯定感が低くて私には価値がないと思ってしまう方です。仕事を完璧にやらなければならないと自分に強いプレッシャーもかけてしまうようです。良好な人間関係の中で完璧な仕事をする自分は価値があると、でも自分は完璧な仕事はできていない、だから自分っていうのはダメな人間だ、このように感じてしまうようです。自己肯定感が低い方のおすすめのワークがあります。それがウィッシュリストです。ウィッシュリストっていうのは自分の持つ願いをノートに箇条書きで書き出していくワークのことです。自分のやりたいこと、興味のあること、実現したいこと、楽しみたいこと、望んでいること、思いつくままにどんどん書き出していきます。僕たちの心には機能的自律性という機能があります。これは自分の持っている興味とか関心を自覚するとそれを実現したいというモチベーションが高まる心理的効果のことです。ワクワクする楽しいことをイメージすると脳からドーパミンという脳内物質が分泌されます。このワークを佐藤さんはやったことで、海外で看護師として働いてみたい、日当たりのいい部屋に引っ越したい、同僚に愚痴をこぼせるようになりたい、このようなことが書き出されました。どんどん佐藤さんはいい方向に行きました。ウィッシュリストのポイントは3つあります。1つ目がなるべく20分以内に100個書き出すこと、2つ目がリストを書き終えたら全体を見直すこと、3つ目がリストに優先順位をつけることです。リスト化されたウィッシュを眺める時間が自分を大切にするひとときとなります。そして自己肯定感をどんどん高めてくれます。何度も見ることで脳が重要なことだと認識して、ウィッシュリストに書かれているように行動しようと勝手に動いてくれるようになります。ぜひやってほしいと思います。続いて自己需要感を高めるワークを紹介したいと思います。自己需要感とはありのままの自分を認められる感覚のことです。学生時代は部活動に打ち込んで就職も希望の会社に難なく決まって、仕事でも順調な人生を歩んでいる鈴木さんという方がいました。ところが入社5年目に営業を経験した後、希望していたマーケティング部に移動して尊敬する上司と新しい企画に取り組んだ時に重要なプレゼンテーションで大きなミスをしてしまいました。
そこで上司は鈴木さんのミスをクライアントの前でひどい口調で怒って責任を押し付ける流れで火消しに走りました。その日以来上司へのネガティブな感情を抑えられず、夜はプレゼンの場がフラッシュバックして眠れない日々が続く状態に陥りました。このような方におすすめのワークが2つあります。1つ目がエクスプレッシブライティングというワークです。これは自分が感じている負の感情やストレスに思っていることをひたすら紙に書き出していくワークです。これをすることによって4つの効果があります。不安が改善します。脳のワーキングメモリーが増えます。感情をコントロールできるようになります。自分の気持ちを客観視できるようになります。作成のポイントは3つあります。1つ目が制限することなく吐き出すように書くことです。2つ目が書き終えた全体を眺めてみることです。3つ目が確認したら捨ててしまうことです。ネガティブなことがたくさん書き出されているんでずっと見るのは良くないです。制限すること書き出して全体を眺めたらすぐに捨てることがポイントです。人間関係、仕事とか恋愛、悩んでいることがある方はエクスプレッシブライティングぜひやってみてほしいと思います。2つ目のおすすめのワークが3グッドシングスです。ノートを用意して1日の終わりにその日を思い返して3つの今日の良かったことを書き出すワークです。これを習慣化するとその日の良いことを探す癖がつきます。脳っていうのは同じことを繰り返すと習慣化する性質を持っています。今日の打ち合わせや意見がまとまったとか、夜ご飯の焼肉が美味しかったとか、 YouTube 図書館の動画勉強になったとか、小さいことでもいいんで1日の終わりに3つ良かったことを書き出してみてください。ポイントは3つあります。1つ目はなるべく書く時間を決めてなるべく3分以内で書き出すことです。2つ目はできるだけいつもとは違うことを書き出すこと。3つ目は書いたら眺めて自分を褒めることです。ぜひやってみてほしいと思います。続いて自己有用感を高めるワークを紹介したいと思います。自己有用感とは自分は何かの役に立っているという感覚のことです。人は自分のためだけに頑張ることが極端に苦手です。誰かのために頑張ることで喜びが刻まれていきます。藤田さんという方がいます。大企業の営業サポート部門で事務系の業務に携わっている方です。職場の移動はなく日常的に会話をするのは決まった人だけです。友達もあまりいません。休みの日の夜ふとここで倒れても誰にも気づいてもらえないんだと怖くなることがあるようです。孤独を感じながらも新しい出会いを求める気力もない方です。私なんかと話して退屈だと思うからといつも思ってしまうようです。このような方におすすめのワークが2つあります。1つ目がいいことした日記です。いいことした日記とはあなたがその日にしたいいことを日記に書くワークです。ポイントは3つです。1つ目が夜寝る前に1日を振り返って書くことです。1日2本動画アップできたとか登録者のためになっているとか。2つ目がどんな小さなことでも書いてみることです。会議室の電気を消したとかホワイトボードのマーカーを補充したとか何でもいいです。3つ目書いた日記を読み返すことです。続いてもう1つのおすすめのワークが誰かのいいとこ探しのノートです。あなたが気がついたその人のいいところを書き出していくワークです。ポイントは3つあります。1つ目がいいところを探しやすい人から書いてみることです。自分の本の解説動画も本のいいところを探してピックアップして解説しています。2つ目は人のいいところを見る自分を褒めるってことです。3つ目書いたものを眺めてみることです。人のいいことを書いてあるものを見ると気分が良くなります。自分の場合も作った動画っていうのを毎日必ずチェックするようにしています。心理学者の指摘で分かっていることは日本人っていうのは欧米人に比べて不安感が強いってことです。不安感を解消するためには好きな人と一緒にいたり仲間と協力して何かを成し遂げることをやるといいです。自分がやりたくて仕方がないことや人や社会の役に立つことを始めることです。そして新しい人と出会ってその出会いから感謝と感動を得てどんどん自己肯定感を高めていくことをお勧めします。それではまとめいきたいと思います。自己肯定感を高めるためには書くことがいいです。書くことに3つの効果があります。アウトプット効果、見える化効果、インプット効果。これをすることでどんどん自己肯定感を上げていくことができます。続いて書くだけ人生が変わる自己肯定感ワーク。まずはウィッシュリストを書くことです。自分の持つ願いをノートに箇条書きで書き出していくワークのことです。やりたいこと、興味のあること、実現したいことどんどん書いていくことです。ポイントは3つあります。なるべく20分以内に100個書き出すこと、リストを書き終えたら全体を見直すこと、リストに優先順位をつけることです。続いて自己受容感を高めるワークです。自己受容感とはありのままの自分を認められる感覚のことです。おすすめのワークが2つあります。1つ目がエクスプレッシブライティングです。自分が感じている負の感情やストレスに思っていることをひたすら紙に書き出
出していくことです。これによって4つの効果があります。不安が改善する、脳のワーキングメモリーが増える、感情をコントロールできるようになる、自分の気持ちを客観視できるようになります。作成の3つのポイントは、制限することなく書き出すこと、書き終えたら全体を眺めてみること、確認したら捨ててしまうことです。もう一つのワークが3グッドシングスです。ノートを用意して1日の終わりにその日を思い返して3つの今日良かったことを書き出すことです。ポイントは3つです。毎日書く時間を決めて、なるべく3分以内に書き出すこと、できるだけいつもとは違うことを書き出すこと、書いたら眺めて自分を褒めることです。続いて自己有用感を高めるワークについて紹介しました。自己有用感とは、自分は何かの役に立っているという感覚のことです。おすすめのワークは2つあります。1つ目がいいことした日記です。あなたがその日にしたいいことを日記に書くワークです。ポイントは3つです。夜寝る前に1日を振り返って書くこと、どんな小さなことでも書いてみること、書いた日記を見返すことです。続いて誰かのいいとこ探しのノート、あなたが気がついたその人のいいところを書き出していくワークのことです。ポイントは3つです。いいところを探しやすい人から書いてみること、人のいいところを探せよ自分を褒めること、書いたものを眺めてみることです。ぜひやってみてほしいと思います。自己肯定感っていうのは、人生という自己を支えるエネルギー、生きるエネルギーです。自己肯定感を高める一番の方法が書くことです。今日からノートとペンを持ってどんどん書いていってほしいと思います。自己肯定感が上がるとどんどん前向きに生きれるようになります。この動画見ていただいて感想、気づき、コメントあればメッセージお願いします。チャンネル登録、評価ボタンクリックいただければ励みになりますので、ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。たくさん本を出版しておりますので、ぜひ Amazon の書籍ページもご覧いただければと思います。また LINE アットではセミナー情報、無料で有料動画のプレゼントなどをしておりますので、ぜひご登録お願いします。チャンネル登録、評価ボタンのクリックをぜひお願いします。